選手が入ってます。これサニーですね、23番。まあ、サニーがですからヒューガの左下にいた聖夜が右です。おっと高田笛鳴った、笛鳴りました。 PK です。高が背後に抜けてここで接触あり。してやったり、まんまと PK 獲得。ちょっと接触しましたリベロのグッチ。さあ前節スマイラーズ戦4ゴールゴールラッシュだったウィナーズ、この4節東京ヴェルディ相手に高決めれば2試合で7ゴールになります。高逆をつきました、見事な PK 決定です。これで3対1。高は自ら獲得したこの PK、 まさに冷静沈着に逆左をつきました。